愛媛県西条市の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されたことを受けて行われていた養鶏場のニワトリの処分が今日午後3時過ぎに完了しました。愛媛県西条市の養鶏場で死んだ。ニワトリから抗病原性の h5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出され、県は一昨日から24時間体制で。 この養鶏場で飼育されているおよそ13万千羽のニワトリの処分を進めていました。県によりますと、作業には県や西条市の職員など延べおよそ2千人が当たり、今日午後3時20分頃にすべての処分が完了したということです。今後はニワトリの卵や糞を燃やすなどして処分する。ほか、養鶏場内の消毒作業を行うということです。また、県は。 養鶏場の半径3キロ以内を鶏や卵の移動を禁止する移動制限区域に、半径10キロ以内をその区域から出荷を禁止する搬出制限区域に指定する措置を続けた上で制限区域の境界付近で畜産関係の車両の消毒を行うなどして感染拡大を防ぐことにしています。